今この瞬間からゴールまで、世界の主役はこの12人で間違いない。さあ一番人気の紹介です。グランプリウマ娘オグリキャップ。続く2番人気はグランプリウマ娘ナイスネイチャー。注目のここまで無敗グランプリウマ娘マヤマトップガン、洋枠4番での出走。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ、マヤマトップガン落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。5番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは5番。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭は5番、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は6番、少し離れてナイスネイチャー。大きく離れて8番、それを見るようにオグリキャップ、そのうち並んでマヤマトップガン、さらにシンボリルドルフ11番。続いている内から行くキングヘイロー、少し後ろから2番、後方2番手にアドマイヤベガ、ポツンと1人9番。一気揚々と先頭行きます。5番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。向こう正面に入って先頭からシンボリまでおよそ14マシン、順位を振り返っていきます。先頭5番、レースはよどみなく進んでいます。続きましたナイスネイチャー、少し離れて6番、2マシン3マシン開いてマヤマトップガン、5番手、8番、少し離れてシンボリルドルフ、オグリキャップ、この位置につけています。キングヘイロー並んでくる。外を回ってアドマイヤベガ、内には2番、残り 1000m を通過、その外並んで11番、そして最後方9番、5番、先頭進みますが、これは正解でしょうか。5番、彼女の客室には合っていますね。大きな人を越え4コーナーへ。先頭は宮様は、果たして抜け出すのは誰だ。ナイスネイチャー、ここで抜け出した。さあ内から先頭を払うのは5番、マヤマトップガン。前を狙っているとオグリキャップ、外で足を止めています。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはナイスネイチャー、アドマイヤベガ。並びかけてきた400を切りました。ここで行きました、アドマイヤベガ。まくって上がってくるアドマイヤベガ、先頭は2人の一騎打ち。残り200、アドマイヤベガ、すごい足で上がってきた。アドマイヤベガ完全に抜け出した。マヤマトップガン、ここで上がってくる、アドマイヤベガ、今ゴール。1着はアドマイヤベガ、我こそがヒーローだと証明する圧倒的な走りでした。2着シンボリルドルフ、3着はマヤマトップガン。一等星の輝きをここに。